なんだろう、カウンター。お、3人に狙われてんの、いきなり。序盤だからいいけど、ちょっとバックトゥーバックの準備だけはして。まあまあ悪くない、悪くない。2発分ぐらい貯めたら決まった。いや、カウンター、あ、消えた。誰か知らんけど死ね。こうかな。あー、ひどいな、これはおじくりだ。みたいな積み方だよ。自分でも思うよ。なんだこれ。誰だよ、あれをやってんの。帰れ。地獄を見ろ、これをね。倒したらしいぞ、バカが。俺を狙うからだ。あーっと、スティックの上と普通の上間違えた。大臣出番ですよ。厄介事だけ持ってくるのはやめてもらえないかな、サザエ。何だっつってんだろうな。よし、狙ってくるんだよ、ね、はい、ここ、おとなしく。おとなしくプレイしましょう。おとなしくといえば、あれですね、ダウンタウン熱血行進曲の熱血のクソザコなめぐじですね。おとなしは最弱です。今のは食らう前に止めとくべきだったな。なんか逆なんだよ、欲しいのと逆が来る。テトリスあるある、欲しいのと逆が来る。ちょっと出るよ。誰だよ俺狙ってきてんの。おかしいだろ。外務大臣はどこ行った。外務大臣も俺だ、ね、じゃあしょうがない。一人親方です。親方ってね、代打俺。残り50人。うわ、そうだった。クソきた、クソきた。類生まれないクソが。ベン、1、2、3、4、5、ドーン。おかしいな、俺が食らう量の方が多い。おかしいよね、今攻撃してたと思ったんだが、食らってるダメージの方だった、ね、おかしいな。ちょっとこれは耐えれねえか。うんね、対人術とか超スピードとかチャチなもんじゃ決してねえ。もっと恐ろしいものも変人を味わったぞ。しかしそろそろマッチ増やしとかないと終盤が厳しいんだよね。
じゃあちょっと、とどめ打ちにして一発打ち込みますか。もういいや。下手で。とどめ打ち、ゴー、ゴー、死ね。とどめ打ち、いけ、バックトゥバック、相手は死ぬ。早く回ってきた。ちょっとなんか一気に帰ってきた。因果応報、因果応報。やばいやばい、一番奥がマジやばい。よし、やっと綺麗にさらちにできた。とどめ打ち、行かないでしょ。戦うか。さすがにそろそろゲージ貯めねえと終盤何もできなくなっちゃうだろう。綺麗じゃない。よし、来たね。どこが上がるんかを確認したい。ちょっと待って、棒が一本遅い。あー、判断が遅い。もう試合でいけるかな。やっぱバッチ足りなかったね。周り見るとみんな結構安定してる人ばっかりじゃないか。ダメみたいですね。まあ70ポイント100まで、まあ10位台でいければ